おはようございます、ハルオジージーです。まあね、画像だね、うん、はい、ではね、タイトルにあるようにアリエクスプレスのアフィリエイトの組み方を、他のサイトのところで勉強していきましょう。アフィリエイトね、アリエクスプレスまだ組めてなかったので分からなかったので、ここの海外お買い物情報をaliexpress.com アフィリエイトの始め方その1というのを見ていきましょうね。うん、こんにちは、アリエクスプレスの買い物にハマっているアズミです。アズミさんだったんだね。うん、今日はアリエクスプレスのアフィリエイトについてご紹介します。このおじさんがいるところ、兄さんかな。うん、アリエクスプレスは中国版楽天市場のようなショッピングサイトです。インタルカンペラ商品が届くまでここから30日ほどかかります。もっとかかるだろうな。ね、さて、そんなアリエクスプレスのアフィリエイト制度があります。アフィリエイトの導入方法、まずインタルカンペラアカウントにログインしますということで、ログインしてこう設定をしていきましょうというタイプですね。うん、次にアフィリエイトを貼るというサイト情報を登録します。アリエクスプレスにトラフィックを送信するために使用するウェブサイトの URL を入力していく。ブログの URL や Twitter でも OK ということでね、ハルオジーさんは自分のコマを持ってるんだな。ハルオ2019の日記ということで、これで登録してみたよ。うん、次2番、あなたのサイトに1のアフィリエイト ID を作成してください。ではこれは自分のハルオっていうので作ってきました。2番は OK で、3番、あなたのウェブサイトは何ですか。何にしたかな。商品や YouTube などを紹介するブログということで、こんな英語でね、ブログイントロダクトプロダクト &YouTube が書いたんだね。うん、ちょっと正解。これもこんなの Google 翻訳で日本語変換して対応してます。次4番、あなたのウェブサイトのコンテンツを最も説明するトピックはどれですか。うん、これはなんか選択式だったんだよな。ということで、これもコンピューターソフトウェアテクノロジーとかで作れますかね。うん、どこまで行ったかな。あ、4番か。あなたのウェブサイトに最も説明するコンテンツは何ですか。よいのですよね。で、5番、アリエクスプレスのどのようなタイプの商品をあなたのウェブサイトに掲載しようとしていますか。これはね、選択式で全部選択しました。で、次6番、あなたのウェブサイトの種類は何ですか。よくわからんからね、その他のアザー選択式だね、これもね。で、7番、どのようなリンクを構築するのですか。うん、これも質問の意味はよくわからなかったんだけど、選択式だったんで HTML エディターを教えてました。うん、まあいいでしょう。で、今度8番、他のアフィリエイトマーケティングプログラムに参加したことはありますか。うん、日本のアマゾンはね、参加したことあるんだけど、これにはそんなのは出てこなかったんで、ノーにしました。で、9番。あなたのウェブサイトは月に何人のユニークビジターを獲得していますか。うん、ほぼないんだけど、500から5000ということで、嘘なんだけど、書いてきました。よし。次、10番、トータル
アフィリエイトプログラムに参加する好きな理由は、これ選択式だったんで、これもアダーみたいなね、その他がね、どこよくわかんないね。うん。で、11番。How did you survive? 私たちアフィリエイト制度のことをどうやって聞いたのですか？ということで、これもオンラインサーチって言っておきますね。選択式だね。を入力して、なんかチェックを入れて、コンピュータルプロフィールボタンをクリックします。すると、こんな画面ある。うん、確かに出ました。で、この画面のまま、しばらく、サンプラーとパレード、動きません。診察なんでしょうね。ってことなんですけど、ハードジーズの場合は、これは、もうできてたんだよ。で、ほら、今、できてるんだよ。うん。じゃあね、早速、これでね、リンクを作っていきたいと思います。アフィリエイト。これでね、これかな？イヤホン。まあ、昔買ったのがあったんで、その商品の名前がわかるんで、これでいこう。うん。3.5mm。イヤホン。ワイヤーヘッドです。これでかいし。うん。で、このね、この商品なんだけど、この商品の詳細というのは、こんな感じだな。で、今、これはゴールドに設定して、中国から159円なんだけど、リンクは作れるわけだ。で、これ、なんかこの、なんか大リンク。こういうふうに、これが作れるわけだ。うん。で、まあ、説明欄に置いとくんですけど、説明欄ね、こんな、ハローおじいちゃんです。アフィリ、てめ、アリエクスプレスで、アリエクスプレスのアフィリエイトが決めるようになりました。リンクを作成できるようになったの、のみなので、ここから買うしばらくのが楽しみです。まず、自己購入でしょうかということで、さっきね、作った、ほら、エスクリップ、アリエクスプレス .com。これがね、今まで作れなかったんでね。ちょっと楽しみにしてるわけですよ。これで売上げ、僕のリンクから売上げが上がると、ね、ドルが溜まるんじゃないかなと。でもね、その溜まったドルを、どうやって銀行口座に持っていくのかさっぱりわかんないですけどね。うん。楽しみです。なんでね、1個目こんなんで作ったけど、またね、何か作っていくんでね。よろしくね。ホーム。じゃあ、止まってきた、ここのところ、ドルのところが、何セントとか、ね、入っていくんじゃないかなと思うわけです。ということで、ハローおじいちゃん。アリエクスプレスのアフィリエイトデビュー。うまくいくかわかんないけど。リンク1個作ってるんで、よろしくね。じゃあ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。まったねー。